さあ今回は二重振り子をどう練習しているかそして本当にたくさんのコメントいただきました振り子2の手首の使い方これは実際に練習場で打つ映像を交えながらお伝えしたいと思いますそしてできているかできていないかどこをチェックポイントにしているかもお伝えします二重振り子というのは首を支点にして手が先端になる振り子1そして手が支点になってクラブが先端の振り子2 これを2つ同時に動かすもので、これをやって私はスイングとスコアが劇的に良くなったということをお伝えしています。そして私が最近練習でやっているのは、もうこの振り子にこれの確認だけです。もう本当にこれだけです。 今まで力んでゴルフをしてきてこの振り子にが使えていませんでしたこの振り子にを習得することが大人から始めたアマチュアにとって一番簡単にスコアもスイングも良くなる方法だと今は思っています振り子にを使えるようにするために編み出した振り方まずはこれをご紹介しますまずはグリップエンドの端を持ってこれでクラブを揺すっていきますでこの時に人差し指と中指で握っているだけぐらいです 薬指と小指は使っていませんクラブを揺らしていきますダラン、クラブに振られるように自分から振りに行くんじゃなくてクラブが行きたい方向に行かせてあげるというイメージですクラブが飛んでいかないように気をつけてくださいそれぐらいゆるゆるです 親指と人差し指でつまんでという動画も見たんですけれどもこれだと私はちょっとあまりイメージがつかめなくてこのグリップエンドの端を本当に持つぐらいなこれがわかりやすかったですこれで揺らしていると腕をあまり使わず動いているのは手首だけになるんですねで自然とローテーションが生まれて 左右の手が入れ替わっているのがわかるかと思いますどこも詰まることなく自然とクラブが自分を追い越してくれますつまりヘッドが走っている状態です結論から申し上げますと私はこれが振り子2だと思っています詳しくは後で話しますけれどもこの振り子2これができていないからアマチュアはどうしてもその代償行為として左肘を抜いたりとか左肩を引いたり一番ひどくなったらもう明治の大砲ですねうりゃ いう風になってしまうんだと考えていますそしてこの動きをだんだん大きくしていきますクラブに振られるがままクラブに身を任せてそうすると振り子1が動いてきてるのがわかるかと思います振り子1と振り子2が動いて二重振り子が出現しましたそしてこのまま打ちます実際の練習の際もこのダラダラの振り方で 振り子2が本当に気持ちよく動くタイミングと形をなんとなく覚えてそしてダフってもトップしてももう何でもいいのでそのリズムのまま打ちます力は全くいりませんクラブに気持ちよく振られますボールを打つときには小指を外すくらいで打っています自分は何もしなくてもクラブの重さでインパクト付近で加速する感じがあります 私が最近練習でやっていることはこの振り子でタイミングと感覚をつかんでちょっとこの振り子を加速させてあげたりしてブランコと一緒でクラブが加速したいタイミングがなんとなく分かってくるのでそこを補助してあげるだけでもう十分なんですね。長いいクラブこそ振りり子2をししっかとと確認します3球くら,いだらーんと打 でその後一球ピシッと打つのを繰り返しますとにかくこの振り方をしていれば勝手にローテーションが起こってクラブがさばけるし力も使わないしそして両腕も伸びているし頭も残るしさらには 溜めもできるしもういいことづくめだということに気がつきましたそしてこれを感覚的に私は手首でさばくというふうに最近の動画で表現をしているだけですではなぜ勝手に理想的な動きになるのかそして手首の細かい動きのこの使い方ですねそれを私なりにご説明していきますポイントの1つ目腕や肘を使いいたくならならんですねゆるゆるに持ってクラブに身を任せて振っていると腕や肘をもを全然使おうと思わずに 手首が勝手に動いてくれて、もうこれだけでスイングが完成します。もう本当にクラブに振られることによって、もうたった。これだけの動きでボールを捕まえることができるし、ヘッドも加速するし、ということを体で覚えることが大事だと思っています。裁くとこねるの違いは何ですか？というご質問もいただきました。私が思うに手首だけで捕まえる動きを処理できていたら、それは裁くと。 いうふうに表現できる一方で腕を使ってしまうとこれはもうこねるという動きになってしまうんです先ほどのスイングで振り子2が使えている状態だともうこの手首だけで全て処理できるんで腕が特段深くねじれることはないんですね腕を使わずに打てます一方この振り子2が使えないと手首ガチガチになって固めてるとどうしてもその影響というのが 腕とか肩に及んでくるんですね腕や肩が介入してしまいます腕や肩がスイングに介入すると前傾が崩れるんですねこれを私はこねるというふうに表現していますアマチュアはこうですよねこれはこねるこれは砂漠クラブの動いている距離は同じだと思います 両肘を下に向けたまま手首だけでさばけるそうするとローテーションはちゃんと起こってるのに肩は縦回転という現象になりますこれができていないとこねてしまうと腕全体を使ってしまうとどうしてもこの動きというのは前傾を起き上がらせるんでローテーションしようとしたら同時に前傾も起きてということでスイングが不安定になってしまうんです手首を返したらチーピンが出ますと いいうコメントも多数たただきまし振り子2だけでこのローテーションクラブの開しですねこれは処理できずに腕まで介入させているとそれはやっぱり曲がると思います振り子1の長さも変わってきますし全身が影響を受けるんで非常に不安定なスイングになるフェース面も保てなくて感覚もなくなってくるんでそうするとやっぱチーピングが出ると思いますね肘の屈曲進展もさせようと いう気持ちもなくなくってきます繰り返し申し上げてますがこれがすごく大事で振り子2に頼ってそして振り子1がこう動いてくると右肘なんてこの時に曲がらないですね曲げようと思わないです振り子を使えていればある程度は曲がりますけれどもしっかりと長い状態を保てて降りてくれば体の正面に常に手がある状態で入射も安定してきて打てるということになりますこの時に振り子でなくて 腕をこういうふうに使ってしまうと毎回入射角が不安定になってもう刺さるし手前には入るしそして振り遅れるし何より右肘が曲がってると振り遅れるんでこれによってスイングが不安定になります私も未だにやっぱり打つに行く瞬間に右肘でふんとこういうふうにやってしまうんですけれども前よりだいぶ減ってきましたそれによってやっぱりスイングも安定してきたのかなというふうに思ってます。 その代わり感覚としてはもう手首はすごく動いてますそれでもやっぱり前より全然曲がりませんねこれ何度も申し上げてるんですけれどもプロはもうこんなことを無意識にもう箸を使うのと同じぐらいの感覚でできているんだと思うんですねむしろ放っておくとこの振り子みがとんでもなく走りすぎて、えー、捕まりすぎてヘッドがビューンと行ってしまうのでそれを抑えるために手首の動きを抑える 手首をあまり使わないという表現になるんだと考えています大人から始めたアマチュアでそういった人を私はまだ見たことがないのでまずはヘッドをしっかりと走らせてあげることこれをするべきだと思います自分の力で握って何とかしようというふうに思うと肘や腕がどうしても動いてきて介入して不安定なスイングになりますこの振り子二を動かしてあげれば自然と振り子一も伸びてくる二重振り子が出現すると といいいうのを感覚的に掴んでいただければと思いますそしてチェックポイントなんですがさばくことができたら後ろから取った時にグリップエンドが見えている状態でヘッドが上の方に肩口ら辺からグリップエンドがある程度この辺りに残りながらヘッドというのが上に見えてきます。 これだけヘッドが自分を追い越してくれないとヘッドが走ってる状態にならないんだなと感じることもすごく大事ですこれだけヘッドを走らせることができるようになったら手首を押さえてこう打ったりとか初めてそっちの方に移行していったらいいと思いますでコメントで一番多かったのがこの手首をまあどう動かしてますかどうしてもフリップしてしまいますというコメントが多かったんですねこのゆるゆるる この振り方、これをした時にフリップおそらくしないと思うんですね。自然と左右の手が入れ替わってローテーションが起こると思います。この時にどうしてもフリップしてしまうという方は、フリップすると振り子1のこの距離が変わってしまうんですね。本来はここに来るはずのものが、 こうなってしまうとですからこのゆるゆるの振り方でもなおフリップどうしてもしてしまうという方は今度は振り子1の長さをキープすることにもうちょっと集中してみるといいかと思います振り子1の長さをこのフォロースルーでもしっかりとこの距離を縮めないしっかりと距離を保っておくこの状態で振り子2を動かそうと思ったらもう左右の手を入れ替えるしか方法はないんですねローテーションを入れないと クラブが抜けない。さばけないと。こうすればフリップは絶対に起こりません。意図的に、まあ、ボールをこう。すくおうとか。上げようというふうにすると、フリップが起こってしまうと思うんですけれども。クラブの動きに本当に身を委ねていれば。その動きは。決して。入らないんだと思います。手首の動きを、このタイミングでこうしてください。というふうにお伝えするよりかは、もう、とにかく、このクラブの。動きに。 身を任せてくださいというのが今一番私としては皆さんにお伝えできることかなと思いますそして今一番面白いなと思っているのがこの二重振り子に頼ったスイングをしていると溜めが勝手にでできてくるんですこの溜めでこれがなぜかというと二重振り子は最小の動きでクラブをさばく球を捕まえることができるからなんですね。 本当に振り子に頼った時に体がどう動いているか細かく見ていくと、まあ、グリップエンドを端持ってゆるゆるに持った状態まずここで動かそうとしてもクラブの重さに負けて手が先に動くんですねでこの状態でこのままこう引きずっていくとこの時ってまだ振り子には入ってなくて実は振り子1しか動いてないんです。 この振り子1しか動いてない状態からこの振り子1が急激に向きを変えると振り子2が勝手に入入るるんですすね振振りり子2が勝手ににられる準備に入りますでこの振られる準備に入ったと思った次の瞬間手首が脱力できていればこのクラブにとんでもない重力がかかって勝手に反対側にスパンと。 抜けていくものだと考えています上級者になればなるほどこの溜めから捌くまでの距離と時間が短いですそれだから直前まで溜めることができるんですね最短で捌けるということが本能的に分かっていればもちろん溜めた方がボールに圧も加わりますからここまで直前まで溜めてスパーンと少ない動きで抜くことができるんですね一方で 腕全体でローテーションをかけて振りに行ってしまうとクラブをさばく自分を追い越させるのにすごく時間がかかります捕まえる動きに距離と時間を要してしまうと早め早めにもクラブをこのようにボールに向かわせないと間に合わないんですためたらもう返ってこないんでスライスするし。 だったらもう早めにこういうふうにボールに向かわせようというふうになりますこれはまさに上級者かそうじゃないかを分ける本当にもう究極のポイントだと思います上手い人は一瞬でででけるから直前まで溜めてても間に合うんです私みたいな下手くそな人間はどうしても裁くのに時間がかかるんで早めに解放してあげないと。 もう無理なんですね。今まで何回もこうためようためようと思って打ったことあるんですけど、どうもやっぱりためると捕まらないんですね。っていうのは自分はためたときに、このさばきが下手くそなんで。ためたら間に合わなくて、フェース開いたまま、ヘッドが返り切らずに。こうなっちゃうんですね。このインパクトゾーンで振り子2を使って、二重振り子でさばくと。いう感覚ができてきたら、自然と。 溜めたくなってくるんだと今は思っています。最近練習ではすごくもう開き直って溜めて、パーンって抜く感覚も生まれてきてるんですけれども、やっぱりまだ不安なんですよね。この溜まった瞬間に右手にグッて力が入っているのは自分でもあります。もうグッて力が入った瞬間に、溜めはできたとしても、もうヘッドはピュッと振られてこないんで、えー、うまいこと当たらないです。 この恐怖に打ち勝つ練習をまあしばらくうーダランとパンとパしてていく必要があるのかなと思ってます今までコックを縦、ね、なのか、ね、どういうふうに入れるのかとか散々やってきましたけどもう実はそれはすごく小さなことでもうクラブに身を任せて振っていれば自然とコックも入るし溜めもできるしでその時の方向というのをこう大事に。 してあげればいいいのかなと思います、ね、もう自然とクラブが動きたいように動かかしてあげればいいいんじゃないかなと、まあ、繰り返しになりますけれども本当にハーフスイングだけでいい手首を押さえて打つと手首を使わずに打つというふうにプロが言ったとしてもこれができていない私たちが本当にそれをただ真似するだけでいいんでしょうかということをやっぱり私は今言いたいなと思いますね。少なくとも私はこののゆゆるゆるのグリップで クラブに振振られる、る、る、身を任せる二重振り子は出現するこの打ち方をすることによって自然とスコアもそしてスイングも良くなってきたという状態ですので皆さんももしよかったらやってみてください。